平和橋通りから見た新小岩立橋、新小岩立橋は、東京都道315号おか町小岩線の、辰見橋交差点を、オーバーパスする片側1車線の自動車、専用小道橋である。東京都心部と千葉県とを結ぶ重要な、幹線道路である、倉前橋通りと平和橋通りとが交差する、辰見橋交差点に位置する。辰見橋交差点は、 朝夕の交通渋滞が慢性化しており、東京都のスムーズ東京21拡大作戦の一環として立体化工事の整備を進めてきた。立体化工事は工期の短縮や工事中の渋滞軽減のために発注者である東京都が初めて土木工事で設計、試行一括発注による技術提案多総合表から草津方式の入札を採用した。受注した。 三菱重工協力エンジニアリング、戸田建設、JV は求められた、現場日数の限度である169日よりも60日、短い109日で施行する技術を提案し、それを実現した。通常約4年かかる工期を6ヶ月で完成し、当初約40億円を見込んでいた、工事費も工期の短縮で約29億円に縮減できた。開通後、 交差点付近渋滞は緩和され、短期間の施行で事業の効果を早く現実のものとしたかった東京都の期待通りになったのである。東側西側、ありがとうございます。